はい、おはようございます。本日はですね、夫婦で、ツーリング行きたいなと思います。まずはエンジンをかけておりますが、はい、かかるんでしょうか。うわ、かかった。あ、緊張する。足の位置が分かんない。ここか。はい、行ってきます。行ってきます。あ、さてさて、スタートしましたが、どうですか。お、止まるぞ、そのスピードじゃ。おい、銃も出てへんぞ、それ。待って、感覚が分からん。なんで？ちょっと忘れてる。まあゆっくり行こうよ。うん。では今から30分かけてどこに行くんですか？ツーリング先は。寿司。寿司ですね。ちょっとあの運転中は喋れないかもしれませんね、この状態じゃ今は。あ、喋れないみたいですね、どうやら。じゃあ嫁像に代わって喋っていきましょう。やばい、久しぶりすぎてちょっと感覚がどう？忘れてる、だいぶ。そう、忘れてるっていうか、うん、感覚が分からん。ギアは、はい、分かるの？ 1、2って分かるけど。あ、よかったやん。ブーツだからさ。あー、いまいち。では左に指示切ります。はい、分かります。はい、40キロ。おー、40どう？気持ちいい？怖え。怖いって別に周りなんもないから気持ちやろ。4速でいいの？何速でもいいよ、そんな。50キロ4速でいい？おう。バイクかわいそう。私に乗られて、いつも走ってる道なのに怖い。ほんまに免許持ってんかって思われんで。今日晴れてよかったわ。おう。かけるとこあるやろ。かけると教えてもらってないんだよ。けどここに鍵入れてこれでつけんね。鍵入れるの？うん。疲れた？だいぶね。こんなの初めて教えてもらったよ。なんで知ってんの逆に。誰でも知ってるから。どうすんのこれ。バイクだけ始まったばっかりやけど大丈夫？もう無理。少し来いよ。もう帰ってゴロゴロしたい。寿司まで大変やね、アリスとも。うん、だいぶ。美味しそう。食欲湧いてきた。湧いてきた。これ何？これ、トロウズラ。サーモンチーズ。美味しそう。車エビ。はい、ありがとうございます。はい。白身三昧。ラメのゆず塩。どう？美味しそう、食べる。はい、食べてください。食べてみます。なんか炙り三昧みたいになってよ。そうな、うまっ。どうでしたか？美味しかった？美味しかった。あ、なんかちょっとバイクみたいに憂鬱になっちゃった。そんなやつバイク乗る資格ないんよ。いつも車で、あ、美味しかったねって帰れるのに、いや、バイク今から運転しなくちゃってなっちゃった。カフェ行きますか？カフェ、うん、行こうか。じゃあその情報も送ってもらっていい？そしたら目処つくじゃん。はい、じゃあカフェレッツラーゴー。つけたいと思います。じゃあ19分の道のりですが、一緒に楽しんでいきましょう。はい、ではしばらくまっすぐでございます。はい。この人も初心者マークか、なんかマーク貼ってあるわ。おじいちゃんマーク。おじいちゃんだ。2キロほどまっすぐでございます。はい。おじいちゃんがどこの車線走ってるか分かんないところ走ってます。疲れないように。はい、ありがとうございます。こんだけ天気良かったらさ、うん、ご飯寿司も食ったし眠くなってきたな。確かに。ぼちぼち走っていきましょう。うん、この振動に揺られながら。はい、これも気持ちやろ。うん、真ん中走りや、走寄ったかんで。はい、はい、特にさっきスピードの上げ方っていうか、その結構グリーン投げてから上げるって教えてもらったから、ちょっとできるようになった。ああ、よかったな、上手やね君は。ありがとう、褒めてくれて。
すぐできるようなもんな。これ見て、右大きな公園みたいだよ。あ、そうやで。あ、知ってた。なんとか緑地っていうね、これも。あ、そうそうそう。あ、そうか、君を、そうだね、知ってるね。渋いね、このマットな感じに細いスキニーパンツ、ブーツ、抜くし、マットヘルメット、マットマットやな、ほんな。あと残り 4.7 キロでございます。はい、時間にすると12分ほどですね。はい、だいたい30分おきに休憩を挟むという。上手になったやん。そう、自分でもちょっといい感じやろ。まあまあ確かに怖くなる、後ろから迫られてる感は。まあ確かに、てかマジでこのゲージがついてるのがありがたい、うん、へー、安心すんねや。マジで安心する。こんなんないから、こんなん怖いな、ほんなん。いや無理、もうこれ乗る気さらさらないよ、もう。ああそうなんだ、エサーちゃん。だってこれ前でもう演奏したらおしまいだもん。そうだね、キックからやらなあかんもんな。うん、もう無理で、絶望だよマジで。俺も多分な、ほんまに自分カーブ曲がってる時とかに演奏したら、うん、多分絶望やと思う、うん、なったことないけど、いずれなると思うで。マジで気をつけてね。うん、その時は思いっきりクラッチ握って押して逃げるわ。うん、見てください、ヤシの木です。はい、海が近づいてきたんですね。ね、行きます。はい、止まります。はい、止まります。はい、止まります。中性度や。ストップ。すごい見てるよ。SR やん。これ SR 最後のやつなんですよ。やめてやめて。高さ制限がございます。こんなところで調子乗って立ち乗りとかしないでくださいね、はい、頭ぶつけますので、はい、このおばさん来るのかな。来ます。え、来ましたね。気をつけてくださいね。そしてゴールがもう目前となっております。こちらですね、ゴール、はい、大体で言いますもん、まあ、いっぱい来るわけじゃあるし、うん、平日やから。よし、行こう。いただきます。でもな、SR もな、うん、年月を経つとな、ちょっとずつかからんくなってくると思うわ。あ、そうなんだ。うん、これ新しいから今は全然何の問題もないけど、うん、やっぱ10年、20年落ちのは冬かからんとかみんな言ってる。へえ。だから部品変えたりしなかった。あ、そうなんだ。うん、行きますよ。はい、
今日はどうでした？楽しい。その発信型教えてもらってから、うん、その教習所で覚えてこうよって話したんですけど、まあ、教習所ではな、そんなスピード出さんからな、10キロ20キロやからな。そうそう。でも音的にもいい感じよ、ギアの変えてるタイミング。あ、本当？ちょっと上げてもいいかも。今うーんっていう回転数まで行くんやったら上げていい、ガンと。はい。じゃあね、今日のそろそろ振り返りしたいなと思いますが。あ、はい。どんなことが記憶に残ってますか、今日のツーリング、大阪ツーリング。大阪ツーリング、うん、あの前回に比べたらやっぱレベルも2回目なので。慣れた？慣れました、ちょっと。あ、よかったな。ほんでやっぱり何速に入ってるか分かるから。あ、メーターでな。そう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 、だからすごい運転しやすい。一つ前の肩のレベルはそれが出えへんねんな。そう、ニュートラルしか出なかったからさ。新しいやつは今3速ですとか4速ですって分かんねんな。あ、そう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 、うん、安心できた？うん、安心、だいぶ安心よ。うん、よかった。今回大阪走ったけどさ、うん、次回どっか走りたいとかある？次回？和歌山らへん？あー、でも山は山で怖いしな。奈良？京都？まだ大阪か、しばらくは。え？まだしばらく大阪か。そうだね、だって結局遠出できないからさ。確かに。分かんないけど、でも楽しいね。よかったよかった。うん。まあおいおいね、うん、いずれ親に黙ってバイクで会いに行ってみたっていう。まあそれは動画にするか分からへんけども、でもそれを目標にしてんねの。うん、お父さんに会いに行ってみたい。どんな反応するか。黙ってな。うん、お父さんバイク乗っててんな、 W650 川崎の。分からん、うん、乗ってて感謝。うん、だからびっくりするやろな。うん、まさか娘が。確かに、ずっとバイク興味なかったのにな。うん、なんやったら車の免許もオートマ限定やのにな。そう、私がしかも3姉妹で唯一こんなやつが日常の免許、バイクの。まあまあ無理のない範囲でぼっちでやっていきましょう。そうですね。はい、ということでね、はい、今日は夫婦で、ツーリングしてみたという動画になってます。はい、ではまた別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。はい、ペコリー。